はい、こんばんは、としょけでございます。ではね、本日もちょっとスマスオ関連見たいと思うんですけど、いやー、今日本当にね、お祭りって感じでしたね。まずフィールズ。やっぱもうここ、強かったっすね。あの中継をね、出したらそれ買いが来ますよね。というところでね、連チャンして上がってきてまして、もう完全にね、抜けてきましたよ。というところでね、まあ一番のね、理想は、やっぱ需給の改善ってところがあったんですけれども、需給はね、ちょっと、まあ、どんだけ改善できてるかってところが、まだ分かってないんですけれども、そうですね。最新のデータがちょっと欲しいとこではあるんですが。まあちょっと解散とかね、そのあたりが、暴落、ちょっとね、減ってきてくれてよかったんですけど、まあただ一気に上がっていったんでね、まあまあ、っていうとこあるんですけれども、いやー、強いし、時価総もね、今、1648億円ですよ。いや、まあ、中継から考えるとまだ安い感じですよね。まあ、ただね、一気にグインって上がっちゃったんで、やっぱどっかで調整はね、来ると思うんですよね。まあ、そういうところをね、ちゃんと見計らってね、やっていければいいかなと思うんですけれども、まだね、チャート全然死んでないかなと思いますが、調整はあると思います。で、あとはね、ジョイコ。ここもね、やっぱなんだかそんな感じがしたんですよ。ジョイコにマースに大黒。ジョイコはね、やっぱこのあたりですね。が、結構ね、出来高溜まってるんで、やっぱこなしていくにはやっぱパワーが必要なんですけれども、ちょっとね、パワー不足かなっていうところではありましたね。ぐいぐい上がっていってたんですけど。まあ、出来高がね、ちょっと50万株ぐらいなんで、少ないかなっていう印象はあったんですけどね。まあ、ただね、チャートは死んでない感じがするので、まあ、明日もね、多分、地合いは上がっていきそうな感じ。っていうか、日経平均どこまで行くんですかね、これ。やばないですか。高値つけていきそうなぐらいの勢いなんですよね。ちょっとね、3万、超えたら、下行くかなと思ったんですけど、全然で。ちょっとね、そのあたり私もね、失敗したっていうか。ちょっとホールドしとけばなっていうところもあったんですけど、まあ全般的にですね、結構売っちゃったりしたんで、もったいないことしたなっていうのはあるんですけど。まあ、ここどうなっていくかっつってとこっすかね。まあ、引き続きね、ちょっと見ていければいいんですけど、ただここね、結構重たいんで、ジョイコはちょっとここ抜けるか抜けないか。抜けたらね、一気にここまで来る可能性と十分あります。が、今のところ下値はやっぱこの75日線のところ、3強と同じくその法則が成り立つんじゃないかなと思いますね。まー、あ、ちゃん。まー、あ、ちゃんね、今日十字線立ちましたね。ここはね、もう結構、どのあたりかな。このあたりぐらいから結構言ってたんですけどね。でも、まあ、このあたりもやっぱり安い安いって感じは思ったんですけど、まあ、ぐいっと抜けましたね。まさかね、まー、あ、ちゃん裏切りの決算っていうか、そこにするかっていうところで出してきたんで。で、まあここね、キャッシュリッチなのと、本当にね、財務、めちゃんこいいんで、で、まあ、明日、ちょっとどうなるかなんですよね。明日、下がってきそうな予感もするんですけど、ちょっとね、かなり空いちゃってるんで。ただ、今までにマースとして、こんなにグイグイ来て上がった例がほぼないんで、ちょっとどうなるかわかりません。が、ちょっと調整局面来そうな気はします。まあ、ただね、全般的に上で、
上目線でいいかなと思うんですよね。うん。で、あとは大黒。大黒がね、一番需給は軽いので、ぐいぐい上がりやすい印象で、やっぱ今日もね、そうでしたよね。ただ、そうだったんですけど、やっぱここの上、ここはやっぱ、抜け切れてないかなと。まあ、ただね、他と比べても、チャートはやっぱまだ、死んでない感じがするんで、ぼちぼちね、こう言っていってほしいかなってところあるんですけど、出来高もね、まあ、増加傾向というところはいいんじゃないかなと思ってます。で、今個人的にね、ちょっと注目してるのはここなんですよね。マミヤ。マミヤがね、まあ、ちょっとおさらいなんですけれども、まあ、決算としてはね、悪くはないっすよね。トップラインもね、ちゃんと伸びてきてて。で、今、スマスロ関連の、売り上げが増えてきてんで、3分の2がスマスロ関連で、ね、3分の1がゴルフ関連なんですけど。きっちりトップラインを取ってきてるところと、で、まあ、利益伸びてきてて、で、クォーターごともいいと、いうところがあるので、で、やっぱここら辺もすごいですよね。剰余金とかめちゃくちゃ増えてますからね。で、チャートもね、他と比べても全然死んではなくて、むしろね、ちょっと直近のこの出来高。ぐいぐい来てるんで、チャートもね、いい位置なんですよね、結構。なので、ちょっとマミヤはね、ちょっと結構、監視していいかな、と思ってますね。はい。今日ね、私はね、ちょっと失敗したのが DMP ですね。いやー、これね、まさかここまで行くとは思ってませんでした、今日。今日、ここ抜けるか抜けないか、もたもたするかなって思ったんですよ。で、どっちかっていうとね、下に行くかなって思ったので、ちょっとね、私失敗しました、本当に。売るの早すぎたかなと。ここでね、ちょっと一旦ね、相場ちょっと見れなくなることもあったんで、売ってしまったんですよね。これがね、ちょっと早とちりでしたね。今思えば反省点です。で、その後ね、ちょっともう、3000超えても入りに入れなかったので、もう気づいた時遅し。でもね、こんな DMP ちょっとほぼ見たことないっすけどね。こんだけプラスでね、だって、この3日間で何パーっすか ?30% ぐらい上がってますよ。やばいっすよ、まあ、ただね、ここからですね。ここ抜けたらね、もう青天でぐいぐい行くんちゃうかなとは思ってるんですけどね。月足で見てもね、いい感じになってるし、週足はね、もちろんいい感じに来てると。で、日足もね、いい感じに来てるというところでね、どうなんかな。明日ちょっとね、もたつくかもしれないですけど、ここただ板が薄いんでね、下に行くと一気にグーンと下に来るんですけれども。まあ、そのリスクは十分あるんですが、まあね、ちょっと、上抜けのタイミングが一番ね、理想的かなと思います。ちゃんとね、損切りラインも考えて。ここで買ってね、ちょっと下行くと、ちょっと怖いんで、ある程度ね、ライン決めてやった方がいいかなと思うんですけれども、まあ、いずれにしろ強い DMP でございます。で、あとね、ぼちぼちね、気になってきてるのが現代エージェンシーですよ。何気にね、ひっそりとね、ひっそりとね、ちょっと上げる感じ。やっぱこの420円ってなんかあるんですよね。前もね、ここ420円ぐらい反発してる、全部そうなんですよ。今ね、ちょうどこの辺りにいるんで、結構ね、美味しい買い場ではないかなと思っております。チャートもね、いい感じなんで。で、あとね、
スマスロ関連の売り上げほとんど少ないんですけれども、まあメインがね、社債とかなんですけど、京電ね。うん。京電ダメダメ決算でしたね、これ。うん。トップラインは伸びてんだけど、まあね、こんぐらいの営業利益。で、8円減配ででかいっすよ。うん、これはでかい。この修正利益がね、ほぼ一緒なんで、この減配はね、ちょっと、どうなんだろうって気もしてて、うん。ここはね、かなり静観して見てたんですけれど。ただね、チャートとしてはね、うん。ここの450、これぼちぼちっていうか、打診で入ってもいいぐらいなところかなとは思っております。はい。さすがにね、この PBR と PR で、社債関連、今強いじゃないですか。まあ、個人的にちょっと見てるのはね、椿中島とかね、高配当で結構見て、はい。一応結構持ってるんですけどね。まあね、あと狙ってるのはトヨタ合成。トヨタ合成めちゃくちゃ欲しいんですよね。トヨタ合成ね、ちょっと、なかなかね、下がらないんで、ちょっと、地合い的にも買うに買わずで今ずっと見てるだけなんですけど。ここ実はね、パワー半導体とかもやってて、トヨタ合成はね、ちょっとかなり欲しいんですよ。はい。で、まああとね、何個か低 PBR のもの、どこが負かわかんないんで、はい。打診レベルでね、ちょっと持ってるんですけど。そういった意味でもね、京電とかね、うん。結構今いい位置にいるんで、はい、いいかなと。これ以上下がればね、ちょっともう損切りで売った方がいいと思うんですけれども。で、まあ、あとね、三立とかね。三立もね、低いっすよ、これ。うん。安いよ。で、まあ、三立の方もね。まあ、ここは決算そんなに悪くないんですよね、確かに。これは何下げだったかな？ちょっと今すいません。忘れてしまったんですけど。そうですよね。増額修正と、そっか、ちょっとこの辺りが物足りなかったのかもしれないですけど。うん。まあね、三立とかもね、一部エンターテイン、遊戯機関でやってるんで、まあ面白いかなとは、はい、思っております。で、あとはね、直近でちょっとね、また言い始めてるグローリー。グローリーね、今日ギャップダウンスタートだったんですよ。そこはね、見たんですよね。で、ちょっと違和感があったので、うん、そうですね。うん。もうちょっとね、再度エントリーしてみると、やっぱグイグイ上がっていったと。いうところで、やっぱりね、グローリーに関して、この2800円、うん、もうこれボックス相場。上は、まあ、明日試合的に、ここら辺まで行くかもしれないですけど、はい。まあ、ここ超えて3000超えていけば、まあ、次はここっすよね、目先は。コロナ前。コロナ前のね、水準超えないとダメですよね。うん。新紙幣とかね、スマスロとかあるし。で、経済再開。そういったところでもね、うん、あるんですよね。で、結構ね、やっぱり無人っていうか、セルフレジ、最近結構増えてるじゃないですか。あれですよ。青木、かなりグイグイ上がって、私、青木全然持ってなかったんですけど、来るなと思ったんですよ。快活クラブってあるじゃないですか、漫画喫茶の。あれね、ちょくちょく利用させてもらってるんですけど、漫画喫茶ね、結構やっぱ人気なんですよね。まあまあ、漫画読むだけじゃなく、仕事とかする人もいますし。で、もともとモーニングとかもやってたんですけど、今全部やめたのかな？まああれ無料でね、パン食べ放題とあったんですけど、あれはね、うん、やめていいと思っていました。やっぱり。そういったところね、コスト合わないとかどんどんやめていった方がいいと思うんですよね。
で、そこもね、グローリーのね、セルフレジに変わったりしてたんですよ。なので、やっぱ今後ね、どんどん多分そういったところの入れ替え需要っていうのはあると思いますし、もうここ世界転換してるんでね。結構ね、今この位置は美味しい位置じゃないかなと思ってます、グローリーは。多分よっぽどなことがない限りはね、落ちないと思うんですよね、この2000円ぐらいのラインまで。ここまで行けばね、明らかに買い場なんですけど、もう多分、状況的に考えないんちゃうかなと思って、この割安感ですから、グローリーはね、いいかなとは思っております。ここもね、ボックス相場なんで、抜けたら買いたい。また買い増ししたいですし、下がればね、また、買っていくか、まあ、売って買うか、まあ、どっちかって感じですかね。結構ね、やりやすいと思いますね、グローリー。というところね、スマスト関連はこんな感じなんですけど。アスキーね、ちょっと昨日紹介したんで、やっぱね、1000円以下は、やっぱ買われてくるんちゃうかな。そんな感じですかね。で、まあ、ロードスターちゃんも、ロードスターはちょっとどうだったのかな、今日。ああ、そうか。あんま良くなかったんですね、ここ。ちょっとね、ロードスターは弱い感じ。まあ、弱いって言えば、この横横感なんで。まあ、ほぼ気にしない。もうこれ私買って放置っすから、多分。まあ、下行ってもね、多分上来ると思うんですよね、ここ。やっぱホテルとか、そういうところにやってきてるんで。もう結構ね、今美味しい位置じゃないかなとは思ってますね。利回りもね、ちゃんとあるし。で、今回ね、ちょっと、大型株なんですけど、明治ね、結構いい位置かなと思っております。ここもね、私、食品関連ほぼ見てなくて、見てんのも不二家とか、その江崎グリコとかね、森永とかね、ちょくちょく見てたんですけど、明治ってね、全然見てなかったんですけど、ここ、いいっすよね。ちょっとこれ分割してですけど、株ダウンもこれ、マジ直してほしいんですけど、まあ、結構ね、ボトムの位置に今いるんですよね。で、決算に関しても、まあ、そのね、伸び率に関しては、良くはないですよ。ただね、若干増配してるっていうのはいいとこですし、良くはないんですけど、これね、決算説明資料とか見てるとわかるんですけど、多分ね、国家がね、回収フェーズに入ったりとか、インドの方もね、出荷が始まるかってところ書いてあるんで、ちょっとね、そうなってくると、いろいろとね、ちょっと思惑とかもあったりとか。で、ここ、あれっす。メディカル関連もね、やったりしてるんで、ちょっと明治ね、私結構、今かなりありかなと思ってて、ちょっと今買っちゃうか迷ってるんですよ。できればね、3000ぐらいのとこまで落ちていってほしいんですけど、これこっから落ちるかな、どうかなっていうのを見てて。長期で見ればリスクリワードとしてはね、全然、ありやなとは見てるので、ただね、ちょっとこの日経平均がどこまで行くかってところのか、いろいろちょっと見定めて買いたいなと思ってるんですけど、イメージはね、結構いいかなと思います。で、個人的にね、江崎グリコも決算いいかなと思ってるんですよね。海外伸びてるし、まあね、ちょっと食品関連もね、これから買っていきたいなと思って、紹介させていただきました。まあね、ぜひね、スマスの関連ね、個人的には、今の見通しで言うと、現時点ですよ。これから市場の変化で盛り上がってくる可能性も十分ありますよ。結構ね、とあるも面白いし、延々のパチンコ。延々、あれ面白いんですよね。延々のスロットは、すいません、口悪いんですよ。クソでしたけど。めっちゃ思わなかったですけど、パチンコが面白いんですよね。やっぱ三強さんやなと思いましたけれども、
構ね、スマスとかどんどん出てくるんで、はい、ここからね、遊戯人口本当に増えていって盛り上がってほしいなと思う反面、現時点で言うと、まあね、まだ先なんですけどね、大黒電機は言うと、やっぱり、うん、2025年、そこが今のところケツかなと。いう中で、やっぱフィールズはね、やっぱ残っていくんちゃうかなと。あんなだと思いますよね。うん。というところで、大体ね、ケツが分かってきた中での、上昇局面っていうところもね、頭に入れつつ、終わりは来るんだよと。いうところがね、ちょっと今回のケースで分かったので、それはそれで良かったかなと思うんですよね。うん。まあなので、ね、ちょっとそういったところもあるんで、ちょっとね、売り上がっていくってことが、まあ先なんでね、焦る必要はないんですけど、まあ重要になってくるかなと。なので、塩漬け。これはね、ちょっと危険なとこですね。はい。まあ、まだ先な話ではあるので、あれなんですけれども。はい。ということでね、終わりたいと思います。以上です。